はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、では続きをやっていきたいと思います。とりあえず、前回は結構サブクエをやって、みんなちょこちょこ強くなりましたけれども、今回はメインクエストを進んでいこうと思いますので、なんかチップを探せみたいな感じですよね。先に進めるところがあるんで、ちょっとアクティブクローク使って、先のマップへ行きたいと思います。なんで、歩いていく感じですね。200歩って少なく見えて、これは意外にありますからね。ここから先ですね。ここが行ってないところです。早速敵が出たけど、デナンシリーズか。もうできればサクッと倒したいんだけど、なんもない部屋か。おっと、またバグが出てくんのか。お、でっかいバグ2体いるじゃん。親バグ。意外に経験値持ってるな。よし、他エリアに移動しましたね。軍港西、お、西部地点がある。このエリアは雰囲気が違うな、太郎。うむ、軍事施設のようだな。軍事施設みたいですね。よし、とりあえず中継地点。さっきの中継地点から来るのもう長いっすからね。ここがあって助かった。こっちはいけないか。おー、スカルマってチップ手に入れたっけ？入れてない気がするな。あれ？ん？なんだなんだ、いけないぞ。こっちか。GN ビットのレベルを上げようかな。しょっちゅう使いますからね。お、ウルトラ少年。なんだお前は、やめろ。ふん。うわぁ、僕はこれでもウルトラ戦士だ。負けるもんか。ふっ、あ、危ない。ふっ、は、大丈夫だったか。ここは任せとけ。ウェザードーパンとか。はあ、はあ、見える。何、さあ行くぞ。く、ぐわー、ぐわー。普通に倒した。ウェザードーパントが倒れていた後にはガイアメモリが残されていた。これはガイアメモリですね。ウェザーのメモリだな。よし、これで残り15本ですね。いっぱいあんな、まだ。アストラはガイアメモリを拾うとアタッシュケースに収納した。へえ、ガイアメモリっていうのか。怪我はないか。うん、平気だ。みんなありがとう。ねえ、そのガイアメモリっていうのを集めてるの？ああ、そうだ。もしかして君、何か心当たりがあるのか？うん、それを集めて自分の宝物にしているやつを知っているよ。本当か？そいつはどんなやつだ？大将っていう怪獣だ。まだ子供だけど力が強くて暴れん坊なんだ。大将か。あいつはワンパク怪獣と言われるぐらいだからな。いいか、このガイアメモリってのは子供のおもちゃじゃない。とても危険なものなんだ。
だから私たちはこうして回収している。その大将という怪獣がいる場所を教えてくれ。わかった、すぐそこだから案内するよ。ありがとう。よしあとはこの怪獣が何本持ってるかっすね。十何本持っててほしいんだけど。近くに見えて意外に遠い。ここはやっぱりクロスボーンの敵が多いですね。うわー、めっちゃ食らったぞ今。死んだなんてこった。リザレクションで回復させて、ヒールで回復と。ん？こっちは？あー、繋がった。やったー。あれ？で、どこだ？こっちか。もう少しで大将の住処に着くよ。イエース。ここだな。大将ってこんなんなの？なんだお前たち。やあ大将、ウルトラのガキンチョか。ガキンチョだって？大将、君はガイアメモリを集めて宝物にしているらしいな。なんで知ってるんだ？あ、お前言ったな。仕方ないだろ、あれは本当に危険なものなんだぞ。いいか大将、ガイアメモリは人間を恐るべき怪物に変えてしまうんだ人間ってだから誰だよ。だから大将、僕たちに渡してくれないか。嫌だい、これは俺が見つけたんだ、だから俺のものだ。聞き分けが悪いぞ、君もいい加減大人になれ。ガキンチョのくせに生意気言うな、絶対誰にも渡すもんか。だったら力ずくで行くしかないな。よし、覚えたてのあれを試そう。スペシウム光線。ギャー、やめないか。だってこいつ言うこと聞かないんだもん。いてててて、もう怒ったぞ。ガオーガ、俺だって怪獣だ、本気になったら怖いんだぞ。しょうがない、相手をしよう。戦うのか。まあ、ここで出るってことはそこそこ強いんだろうな。これあれ、カプルがない、カプルが、あ、いたいたいた、こいつだ。じゃあスラッシュストライクかな、使いやすい。いてーいてー、本当にいてー。バスターソード、ライジングガンダムで回復して、あとはスラップショットで、こいつもちょっと自分で回復だな。1500700、イエーイ、危ねー。くらえ、タジロイだ。おーおーおーおお。もうこいつは回復に回りましょう。すげえな、GL バスターソードって。ちょっとやることないからカップルだな。おお、
まあやっぱりそれなりのヒットポイントはありますよね。トランザム発動、回復はさせときましょうと思ったけど、自分で回復しよう。メガライフキットいっぱいあるし。で、ヒール2とトランザム。あ、たじろいでんのはあれか勝手にたじろいでんのか。ここでラッシュをかけて決めましょう。別に GN ソードでたじろいでたわけじゃなかったっすね。ライザーソード、実は死んだからなグリッターゼペリオン光線覚えましたかね、ちょっとよくわかんないですけど、ドラゴンシャイニング行くぜ。この世界に神はいない。神ではなく俺たちがやるんだ。トランザムライザー、示さなければならない。世界はこんなにも簡単だということ。4999どいてくれよ、邪魔なんだよ。やるぞ。これでどうだ。当たってくれ。やらなきゃこっちがやられる。780弱い。まだ追撃するのか。おお、まあまあかな。レベルアップ大将。わかったわかった、メモリは返すよ。だからもう勘弁してくれよ。大将は持っていたガイアメモリ4本かよヒーローたちに渡した。アストラがそれを受け取りアタッシュケースに収納した。よし、これで残り11本です。大将、ガイアメモリに関して何か他に情報があれば教えてほしいのだが。今日もメモリを探しに行こうと思って目星をつけていたエリアがあるんだけど、それはどこだ。この先の基地の方さ、案内してくれるか。もう俺メモリはコリゴリだ。場所を教えるから勝手に行ってくれよ。わかった、僕は一緒に行ってもいいだろ。何かの役に立つかもしれないしさ、怖い敵が出るかもしれないぞ。僕はウルトラ戦士としてもっと強くなりたいんだ。どんなやつが出たってへっちゃらさ。しょうがない、ついてこい。やったー。結構遠いっすね、この先の基地へ。一旦回復をさせに帰ろう。ほいと。じゃあ先へ進んでいきましょう。バックアタックだ。結構いっぱいいる。ミスったな一人。しかも死んだな
あれ復活キットってどんくらいあったっけ。うわーちょっとしかない。メガライフキット使おうっと。ん？宝箱っぽいの買ったな。わからなかった。800円とか言っていらない。ん？ここか？大将が言ってたのはこの辺りだよ。ここは連邦軍の施設か？そのようだな。何者だ？おお、ヒーローたちか。私はこの連邦軍基地の守備隊のリズだ。君たちの活躍でコスモバビロニは崩壊した。本当にありがとう。しかしまたいつ何時脅威が現れるとも限らん。だからこうして警備を続けているのだ。そうか、一つ聞きたいことがあるのだが。ああ、何なりと。ガイアメモリに関しての情報を集めている。何か知っていれば教えてほしい。ガイアメモリ、聞き慣れないな。ヒーローたちはアタッシュケースからガイアメモリを取り出しリゼルに見せた。こちらではこういったものは回収していないな。だが警備中の仲間にそれらしいものがないか注意するよう伝えておこう。ありがとう、頼んだぞ。結局何にもない。144も食らうのかよ。あれ、ヒール1って誰にもつけなかったっけ。まあいいや。こっちはいけない。ここはこれで終わりか。結局有益な情報は全くなかったじゃん。自力で探すしかないのか。あ、これはこれはヒーローの皆さん、どうしたんだ。クロスポーンとの戦いの後片付けですよ。見てください、道が塞がってしまって、これからコンテナの撤去作業にかかるところです。じゃあ今は道の右の道しか行けないな。うん、そうっすね。こっちはいけない。こいつ攻撃力強いからな。レベルアップ。こっちも行けないから、ここあれだな、こっち行くと戻されるパターンだな。おお、またいっぱい出てきたよ。これ弱いからな、ティガフリーザーちょっと使ってみようかな。スタッシュランドストライク、ドラゴンブレスの方がちょっとだけ強いのか。ほほう、経験値1000いったな。一回ヒールレインを打っとくか。1がもうきついっすね。お、なんかある。あ、何か落ちてるぞ。ガイアメモリだ。ヒーローたちが落ちているガイアメモリを拾おうとしたその時。うわ、メモリは私のものよ。誰だ。私を知らないの。ネバーのルナ・ドーパントよ。ネバーの連中がメモリを集めてるのか。ちょっと待って、誰このイケメン、誰このイケメン、誰よ。何なんだお前は。私とあなたで金と銀ね。ああ、何これ、恋の予感。嫌いじゃないわ、嫌いじゃないわって言って攻撃してくんのかよ。くね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 。全く意味がわからん。うわ、
今日は出血大サービス、くね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 。が完全に相手のペースじゃねえか。あっけないのでこれでフィニッシュよ。ああなんだ、連邦軍のバイアランカスタムだ。やだまたイケメン、しかもいい体。イケメンの基準がわからん。こいつは俺が引き受けた。ああ、強くてイケメンで怒り方嫌いじゃないわ。セロ、ああぶっ飛び。なんなんだ。ふん、まあいいわ、メモリーさえ手に入ればこっちのものよ。待てメモリーを。くなんて逃げ足の速いやつだ。君たちはヒーローか、何はともあれ無事でよかった。では俺は任務に戻る。バイアランカスタムは瞬く間にその場を後にした。今の騒ぎは何ですか。君たちは。ああ我々は連邦軍守備隊のネモ部隊です。ヒーローたちはルナドーパントに襲われバイアランカスタムに助けられたことを話した。ルナドーパント、妙な敵が現れましたね。袖付きも何か関連があるのでしょうか。袖付きと関連、あ、実は未確認なんですが、袖付きの巨大なモビルアーマーの目撃情報があり、バイアランカスタムもその警戒任務に当たっていたんです。ついに袖付きが動き出したのか。いずれにしろ敵もガイアメモリを探してるってことは分かった。これからは厳しくなりそうだな。よし僕も覚悟を決めるぞ。ダメだ、こうなった以上君を連れていくことはできない。なんでだよ、僕だって戦えるんだ。さっきの敵を見ただろ、危険すぎる、これは遊びじゃないんだ。でも僕だって役に立ちたいんだ。とりあえず我々の基地で保護しましょう。少年、役に立ちたいなら一緒に基地へ行こう、仕事は山ほどあるぞ。ああそれがいい、分かったよ。ピーピー、緊急通信だ。こちらネモ、どうした。こちらリゼル隊、ドーパントたちに襲われている、応援頼む。なんだって、ドーパント。ドーパントなら俺たちが行こう、メモリの回収ができるかもしれない。そうしてくれるか、我々はウルトラ少年を基地へ連れて行く。任せておいてくれ、そちらも頼んだぞ。ああうん、ちょっと遠いな、ちょっと一旦基地へ戻りましょう。はい、というところで、なんかメモリの回収意外にめんどくさいっていう感じですけれども、まあまた次回、やっていこうと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。